はい、こんにちは、新車市場 JV 明石の竹島社長です。いつもお世話になっております。ですね、こちらはね、1回アップしてるんですけども、ですね、その時にですね、ちょっともう、社員さんがね、ちょっと一緒におったんですけど、まあ、辞めてしまったんですけども、まあ、その子がちょっと磨きとかされていたんですが、全然傷とかがね、すごく残っていて、でもう1回私の方でですね、2日ほどかけて、かなり傷の方ね、落としました。なので、ね、前回の動画に比べまして、かなり傷が少なくなっていますので、その辺の、ね、ところをまあちょっとお知らせしようかと思って動画の方を撮らさせていただいてます。ちょっと、ね、場内がね、ちょっと狭いんですよね、今ね。なんかちょっとすみません、見えづらいかもしれませんけども、お許しください。こちらのね、ミラーココア、21年式ですね。21年式のミラーココア、ココア X になります。これ車検整備付きになりますね。で、これはね、令和4年の10月まで車検がついてるんだね。はい、令和4年10月まで車検がついております。まあ、ちょっとね、少し僕もまあ、車ちょっと見ていくんですけども、まずはじめにね、まあ、これちょっとなんていうのかな、ペイントのね、少しちょっとハゲっていうのが、クリアのハゲがちょっと多いので、まあ、この辺なんかもさ、これプラスチックの部分なんで、ちょっとハゲちゃってるんですね。こういうところもハゲちゃってます。はい。ただまあ全体的に見たら、ね、まあ、結構まあ私がねっていうのは、私がやったからどうのこうのじゃないんですけども。かなり、綺麗になっております。正直今ちょっとね、ほこりかぶっちゃって、今日風が強いみたい、強いんでね、なんかすごいほこりが舞っちゃってて、ほこりがいっぱいついちゃったんですけども、ここね、線傷あります。で、タッチペンの跡がありますね。ここもこの辺全体そうですね。で、タイヤこんだけありますんでね、フロントタイヤ、助手席側のフロントタイヤです。ここじゃあ運転席側ですね、タイヤあります。もうかなりありますね。で、こちら側はそんなでもなくて、運転席のね、この辺なんかも結構ね、すごい傷があったんですけども、まあ、かなり取ってます。で、このね、ドアノブの、ちょっと僕が映っちゃうんだよな、今日な、この車がちょっと濃紺系なんでね、ちょっとどうしても映っちゃうんですけど、ここ少しエクボですね、分かりますかね、エクボと、あとちょっと傷がついてます。ドアの方のこの辺少し傷が、やっぱり傷がね、こういうところとか結構ちょこちょこついてるので、まあ、それもね、かなりちっちゃくなりました。正直、かなりちっちゃいです。で、ここにこの辺に傷がね、ついてたんですよ。リアドアなんですけども、運転席側のリアドアですね、ついてたんですけどね、かなり消えました。これがそうかな、この後かな、ここ見えます、ここちょっと傷がついてるんですけども、ほとんど、ね、探すのにね、苦労するぐらいちっちゃくしました。で、正味のところ行ったら、まあ、かなり綺麗に習っているはずです。で、ここら辺にもちょっとやっぱ傷がね、ついてるんですけど、これもかなりちっちゃくさせていただきました。ここにもちょっとちっちゃいありますけどね、正直ほとんど目立ってない状態です、今ね。今の状態では目立ってない状態になりました。で、あとね、ここはプラスチックなんで、あまりコスコスコスだと、このプラスチック自体がね、やっぱり削れてっちゃいますんで、まあ、ちょっともうここら辺で、この傷の雨もここでちょっとやめようかなっていうところですね。まあ、こっち側も同じような感じですね、ありますけども。で、こうね、エンブレムの上にね、かなりでっかい傷があったんですけど、ここまで小さくなりました。かなり大きかったんです。もうね、本当にこれの倍以上の傷がね、ジョン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 あったんですけど、で、全部、まあ、ここまで小さくできましたね。はい。それとですね、あとここにもね、ここもちょっと深い傷なんでね、もうちょっともう取れないんで、ここの傷ね、見えますかね、深いって言っても、まあそんなにもないですけど、まあでもやっぱりちょっと爪が引っかかっちゃいますんで、まあ、これ以上やると、ね、もうちょっと小さくなるかもしれないですけども、ちょっとボディのね、もともとの色を壊しちゃう可能性があるんで、私の方のね、技術でもちょっとこの辺が限界かなっていうところでやめさせていただいてます。あとね、
まあ、目立たないんですけども、パッと見ると分かん、あ、ちょっと僕映っちゃうな。僕ってなんかちょっとね、おじさんが僕っていうのもなんともごめんなさいなんですけども、あのここ、線とねちょっとへこみが入ってるんですね。線とへこみが入ってます。これ目立たないようになった。これね、あの磨く前結構ね目立ってたんですけども、かなり小さく、あのなんとか目立たないようにはねなりました。わかるかな。だからパッと見この辺ぐらいまで来るとね、まあ、ちょっと角度によってはね、傷っていうかへこみがあるなっていうのはわかるんですけども、線へこみなので、まあ多分内側に1ミリとかそのぐらい、1ミリとか2ミリ、2ミリは入ってないと思うんですけども、傷が入ってるような状態です。で、この辺とかのね、ドアの部分も結構、こっち側そんなにもなかったんだっけかな。でも結構ね、傷が多かったんですよ。とにかく、あとここ、この上にね、どこだったっけな。あー、ちょっとごめんなさい。もうちょっと今も分かんなくなっちゃったんですよ。このアーチ沿いに傷が結構入ってたんですよ。で、それも全部ね、プリッシャーでね、キーッとも取りました。で、これね、やっぱり根気よくあれはね、取れるような傷だったんで、それをしなかったっていうのがね、やっぱりちょっとね、お仕事しなかったっていうね、ことにね、もう繋がっていくんですけどね、ちょっと折った子なんですけども、まあ、本人はね、仕事してたっていうふうに思ってはいるんでしょうけども。あと、ルーフなんですけども、やっぱここの色とここの色が多少やっぱ違うんですね。こっち側の方がちょっと薄くなっちゃってるんですね、私のはね、頭みたいに、ね、ちょっとね、やっぱこういう、わかるかな、こういうちょっとクリアなハゲとかがね、少し目立つんですよ。で、ここなんかはもうシミですよね。これもそうかな。これは違うかな。これはシミですね。あとここ、わあ、見えないな。ちょっとごめんなさい。これなんですけどね、こことかこの辺ちょっとちょこちょこっとしみ、クリアなハゲがあるんですね。ここもそうですけどね、全体的にちょっとあるんですけども、まあ、ただまあね、屋根なんでルーフなんでそんなにね人が見るような場所じゃないですし、パッと見はわからないので、まあ、そんなに目立つもんではないです。ただやっぱりちょっとね、色がね少し変わってるんでね、少しちょっとあれかなと思うんですけど、ちょっと値段の方ですね、今ね29万8000円の車両本体価格で、これ全部で40万ぐらいだと思うんですけど、ちょっとこれ値段の方もね、訂正させていただきます。後で、まあ、カーセンサーね出す、まあ、この動画見られてるお客様はもう値段ね訂正された後で見られると思いますんで、まあ、あれなんですけども、前の動画を見ておられて値段もしてるお客様がおりましたら、値段の方ね下げさせていただこうと思ってます。ちょっとただね、オークションで買ってきてますんでね、原価が高いんで、やっぱ赤字にはちょっとできないので、まあ、それなりのお値段にっていう形でね。で、距離はね67,713キロです。で、こちらの CD とかは、これ保証付きだったっけな。まあ、一応保証付きみたいですね。ただちょっと保証がね、値段下げた場合保証なくなる可能性があるんですけども、まあ、仮になかったとして、ここはね、なんて言ったらいいのかな、結構ね、やっぱり壊れるんですよ。なんか展示中とかに、展示中とかここに置いて、こうね、こう展示をしてる時に壊れてしまうことって多々あるんですよ。だからこれはちょっとね、初めからないものだと思ってください。もう CD とかはね、もうなしで登録させていただきます。はい。で、まあ、保証があるんだったらば、保証がもしね、つけてられるんだったらば、値段的にね、その時は、直せますね。ただ、ちょっとそこはちょっとね、後でやって、計算してみないとわからないので、ごめんなさい。で、ちっちゃな小物入れと、ですね、車検証入れですね。で、スマートキーですね。スマートキーが1本、確か1本だと思ったんですけども、あと、ライトレベライザー。で、こちらの方に行くと、パワーウィンドウのスイッチと、ミラーの電動格納ミラーのスイッチになります。で、シートですね。シートこんな感じです。シートはベージュ系なので、どうしてもね、すいません、ちょっとやっぱりシミとか少しね目立っちゃうんですよね。ここなんかもシミあるしね、ここも少しなんか変なシミがありますけども、まあ、変なシミってね、最近ちょっとね、真面目に動画撮らさせていただいてるのはあれなんですけど、まあ、昔だったらね、そういうことなんですけどもね、はい、昔から見ていただいている、ご視聴者様は、あ、また竹島社長そんなこと言うとるとかいうのね、ちょっと僕も路線を変えようと思って真面目に最近やってるんですけど、でここ少しほつれちゃってますね。切っちゃってもいいんですけどね、まあ、お客様が、
ね、気になるのは切ってもらった方がいいかなと思うんで、僕があんま切るとね、手先が器用じゃないんで、ね、髪の毛とかも、もう毎日、ね、朝ね一生懸命立たしてるんですけど、こう少しねほつれちゃってますね。やっぱ素手で ほつれちゃってますね。はい、あんまりね髪の毛もね昔からあんまり、セットがねできないですね。まあ昔髪の毛があった頃はね、まだリーゼントとかねああいうのもできたんですけどもね、今はもうちょっとさすがに髪の毛がねもう赤ちゃんの産毛みたいなんで、本当情けないですけど、はい、まあ本当にね、まあ、私と同じように髪の毛の少ない方がおられると思うんですけども、ご視聴者様の中に悲しいですけどね、はい、いう感じです。シートの方はごめんなさい、ちょっと揺れます。よっ、はい、これでパターンとなって、大きな荷物もね、詰めますんで、はい、ただちょっと、ね、段差がねできちゃってるんだって、やっぱこういうところね、やっぱこれ掃除してないんだよな、まあでも、まあ、ちょっとねもうやめた子だからね、悪口ではないんですけどね、まあ、こんな文句言ってもしゃあないんだよね。ちょっと後でね、後で僕、まあ、納車する前にね必ず綺麗にしますんでね、大丈夫だと思うんですけども。でエンジンルームです。あ、これエンジンかかったね。エンジンです。すごく静かでね、いい音です。多分もう本当に整備よくしてたんじゃないかな。ただしてるのがね、これはトヨタか、トヨタさんでやってますね。トヨタさんで CVT のこれですね、 CVT のオイルを交換してるみたいですね。はい、でもこんなに綺麗な音だったからね、かなりよく整備してたんじゃないかな、この方。はい、という感じです。こちらにもね、なんかいっぱいついてるんですけどね、まあなんかいっぱいちょっと整備はねしっかりとされてたみたいです。ね、私ちょっとねこのミラココがね可愛いからね買ってきたんです。まあ、ちょっとね僕ね顔に似合わず可愛い系が好きなんですね。可愛い系が好きなんです。女の子も可愛い系が好きですけども、まあ、それちょっとこっち置いといて、そしたらねこの動画がですね、少しでもいいと思いましたらね、いいねボタン、グッドボタンの方をお願いいたします。で評価をなるべく、なんかねやっぱショックですよね、低評価とかねあるとね、あーとか思うんですけど、まあ、大体やってるのはね、まあ、あの人たちかなとか思いながらね、分かってはいるんですけどもね、すいません。もしよかったらいいねボタンの方をお願いいたします。それとですね、動画、少しでもね竹島社長が、まあ、気に入ったとか、まあ、何かしら良かったと思いましたら、チャンネル登録ですね、チャンネル登録の方をしていただきますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでまた、次回作まで、失礼いたします。ありがとうございます。いつも、動画見ていただきありがとうございます。感謝します。失礼いたします。